Hello, it's me, Meru. 今日はのんびりした動画を撮ろうと思います。今、私が100円ショップで買ったパズルをやってます。こういう空と雲の絵です。300ピースなので、多分1時間ちょいくらいかかるかな。でも、パズルやってる間にお腹がどんどん空いてきました。今日は何食べようかなを考えて、久しぶりにカツを食べたいと思います。私は昔から日本の食べ物何が一番好きですかって聞かれる時にいつもカツを答えました。最初の頃ではカツのイメージは基本とんかつとかチキンカツしかなかったかもしれません。イギリスだと日本のチキンカツカレーが有名なのでよくレストランで食べられます。あとイギリスでは日本料理風のお弁当屋さんは人気なので、あの店でおにぎりとかカツカツカレーとかチキンカツ買えます。そのチェーンはすごく会社員に人気です。でも日本に来たらカツの種類はすごく増えました。実はいろんなご飯はカツになるって気づきました。意外と車が多い。今日は私がまだ行ったことないカツ屋さんに行こうと思います。私気づいたのは学校で習ったパーキングと本当にやってるパーキングはちょっと違います。お、最高。皆さん心配しないで、よくパーキングできてます。明るい。箱に着きました。ランチタイムに来たので。ランチメニューから選べます。いろいろ美味しそうけど少しバラエティがあるメニューを選びます。カリンというメニューです。ヒレカツ、イカフライとチーズ入れのミンチカツがあるみたいです。チーズで食べた。見てみなさん、ご飯と味噌汁とキャベツはおかわり自由みたいです。それはすごくいいと思います。ご飯が出てきました。この感じです。味噌汁も漬物も米もキャベツもいろいろあります。まずはカツ用のソースを準備しましょう。こういう小さなお皿にカツソースを入れて、そこからカツをディッピングします。その後にキャベツにかけるソースもあります。これすごく美味しそうです。いただきます。まずは私まだ食べたことないイカフライを食べましょう。すごく美味しいです。基本私肉のオプションを選ぶんですけど、今回はちょっと新しいものを食べてみたいと思って、これはいいディスカバリー、いい発見だと思います。今度またイカを注文しようかな。このカツのソースもすごく美味しいです。
こう一旦くらい。私はカツの好きな理由はカリカリしてるからです。すごくこの感触が好きです。一口ロース、うん、ヒレ一口ヒレカツ。次は一口ヒレカツを食べてみましょう。ヒレカツはまあ私考えると一般的なカツかもしれません。私はこういうカツすごく好きです。肉が柔らかいしすごく美味しいです。私のチャンネルよく見てる皆さんが分かると思うんですけど、数ヶ月前に運転免許取りました。私はそっからちょこちょこ運転してどんどん慣れてきました。今はもう一人で運転できます。日本だと最初の1年の中にずっと前と後ろに初心者マークをつけないといけないんです。私はちゃんと毎回つけてます。実は私運転すごく好きです。今度旅行の先とか違うところで運転できるときに車レンタルすることは楽しみです。チーズとミンチ。次はチーズ入りのミンチカツを食べてみようと思います。気づいたけどマスタードもあって、マスタードでも食べてみましょう。すごく美味しいです。私ちっちゃい時にマスタードそんなに好きじゃなかったけど、大人になったからマスタードは大好きです。このメニューを選んで、もう一つの理由はチーズの入ってるカツを食べてみたかったんです。カツにキャベツがあるのがいいと思います。キャベツがあるから毎回さっぱりできるようになって、また味を最初から楽しめますよね。ごちそうさまでした。最後に買い物してきました。こういうヘアバンド買って、かわいいでしょ。メイクのスポンジと少しメイクを買いました。いろいろ買って嬉しい。これ一番嬉しい。一つつけようかな。帰ります。